はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはアリーナ。デッキの中身がこちら、とりあえず滑りまくって眉優で決めていこうっていう感じですね。はい、なので無鉄砲な作戦2枚、排水の陣、まあ普段ではあまり見ないカードなのかな、使ってる人は多分いると思うんですけどね、普段はあまり見ないカードをちょっと採用してみました。はい、で床とのシナジーが非常にあるので、回し蹴り2枚と聖剣好き2枚、これは強いんじゃないでしょうか。はい、で結構ね、アカリリスで展開してから、数多くのウサギが死んでしまうので、ダークドレアム、まあ、採用しております。はい、まあそういう感じかな。結構ねこれ強いです結構強い、すごい強いです。まあ、動画を見ていただければ分かるんじゃないかなと思います。はい、そういう感じかな。とりあえずはまあ床を展開して、滑りに滑りまくって、眉の打点を貯めていく方針で動いていきます。はい、でまあ序盤削れるならフェイスを削って、もうキングレオからのリーサルが見えてるならもうそれで削り切ってしまおうっていう感じですね。はい、それではこちらで対戦の方をやっていくんですけども、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。動画の方最後までご覧ください。それでは対戦の方やっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手ゼシカですね。さあさあさあ、こういう感じか。はいいやー、いいっすよ。はい、さあ何ゼシカかな。永続エモートフいいっすね。すごい楽ですわすごい楽ですわ。まあこれは初手、テンションスキルこれが突破された時発動できるんで、まあ、ハリセンモグラが安定かなと思います。はい、ダークドレアム引いちゃったダークドレアム引いちゃったか。まずテンション回して、塔の変態かな、これは発散。はい、はい、ターン終了。つるっとで、まあこれドルヌーバが当たってきたら、処理してっていう感じで動いていきましょう。はい、死の奴隷が一番綺麗なムーブやと思うんですよね。そう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 、ちょっとまずい、それがそれがちょっとまずい。うわ、え、あー処理か、うん、痛いな。いやー、死の奴隷欲しい死の奴隷欲しい、死の奴隷来る死の奴隷来る。ただ後列に置かれちゃったらまずいか。排水の陣が1枚あるんですけど、暴走魔法陣で変えられ、あーでも塗り替えれるのか、特技で発動できるんで塗り替えれるんですね。いやー、こりゃ参っちゃうけど、さすがにこういう感じか。うん、どうせこいつ前にずらしても前に魔法陣持ってくるだけなんでね、排水の陣からわざわざ自分で手引いてるようなもんなんで、これはこういう感じでいくか。グレンの炎で焼き尽くしてあげる、魔法陣登場、キューンと。これは排水の陣引きに行きたいですね、全力で。まあベビパンベビパンテンションアップっていう感じでもいいかな、いやこれ排水の陣欲しい、排水の陣が欲しい。死の奴隷もう一枚引いていく、これ死の奴隷で上書きできないんですよね、残念。いやベビパンベビパンでさすがにテンション回していく方が強そうですね。排水の陣を引きに行きたい、1枚だけなんでね、入ってんの。これ狙いに行ってもいいんじゃないですか、引きに行く全力でね。私の技味わわせてあげる、ターンしろ。まあドレアムっぽいでいいと思うけどなただドレアムっぽいの時に眉優とか持っとったら美味しくない、美味しくないですね。
ただ魔法陣って魔法陣なくなっちゃうと本当にもう機能しなくなるんで、それはそれで。あ、打ってきますね結構バーンを。まあメラミ持ってきてるもんな。さあ塔の兵隊、精神統一、聖剣月欲しいな。床が床が欲しい床が欲しいですね。格闘パンサー、飛び蹴りいいね。じゃあ飛び蹴り、聖剣月、眉をせっせと貯めるか。はい、はい、後列すべてベルトコンベアにしました。はい、ドルヌーバー、モーモン、手札結構切ってるよ。まあメラミ持ってますね相手。5点か。思いっきりいきたい。うわ、キラーマシン強くね、これ。キラーマシンものすごい強いんじゃないですか。いや、ドレアムのために貯めるか。ぶつかっていいねこれ。こういう感じでいくか。はい、ドレアムのためと、まあテンション回してドローしていくために、ここはハリセンモグラ展開していきます。はい、ストレートパンチではなくてね。テンションアップ、まあユニットメラミで処理できるんだよな。強いな、そう考えると。早いうちにドレアムポーンをしたい。いいよー。いや、メラミか。オッケー、手札ないぞ、大丈夫か。さあその手札量ならワンチャンあるんじゃないか。うん、テンポ発散するかこれテンポ発散でいいような気がするんだけど。いや、死の奴隷でいくか。まあこれ塗り替えられないの分かってるんですけどね。はい、男子寮。さあ行くわよ。これで死の奴隷が突破されるとダークドレアムが10コスか。うん、さあ残り手札2枚で17点削り切れるか。まあグレンと合わせれば何点だ、14点か。え、前列に配置してくんのこれ。うん、ミスかな。ミスだよね、ただの。マドハンドマドハンド一体損やん。いいのかそれで。切り裂きピエロと。さあストレートパンチ、ストレートパンチ、ストレートパンチ、殴り込み。まあさすがに危ない危ない危ない。ストパンストパンストパンだと全処理できんのか。そうするか。はいはいはい、オッケー。マドハンドかわいそう、腕一匹なくなっちゃってけど。はい、とりあえず全処理で。容赦しないわよ。さあどうすっかね。魔法陣2枚あるからな。魔力の息吹、まあ手札がしょぼいっていうことで2ドロー挟んでいきましたね。さあグレンに手をかけている。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。またバーン打つのか。いや、ベロニカか。なるほどね、ベロニカ様の登場ですね。これ無鉄砲でベロニカ全滅来てくれればうまいな。さあ、あー突破できない。なるほど、これはうめえな。
キラーマシン死の奴隷で処理できるんで、精神統一から入りましょう。キングレオ6 13。あ対戦ありがとうございました。はい、それでは対戦よろしくお願いいたします。お相手ピサロですね。やっていきましょう。こういう感じでいくか。1コースカモン。うん、ダメか。まあいいや。さあ聖剣好き帰ってくる。おい、ダンシロエモートン。あれおかしいな。我が血族、まあこれはベビーパンサーでぶつけるっていう動きしていきましょうかね。覆面バニー。はい、私のターンだ。さあまだ何ピサロか分かんないですね。なんやろ。メラゴフェイス。メラゴフェイスか。マグロかな、この動きは。さすがに。死の奴隷つるっと。無だ、全てを無に。アグピなら手札6枚以下にしたいけど、あ、そんなことなかったか。普通か。さあ死の奴隷、死の兵隊か。引いて7枚の聖剣死の奴隷で5枚。あ、いけますね。これ引きましょう。引きます。カード引いて眉、精神統一、聖剣好き、塔の兵隊ぶつける、ターン終了。 OK、 手札5枚。ありがたい、ナイス、素晴らしいよ。いい調整だ。まあ序盤はできますけどね、手札6枚以下っていうのは。ベビーパンサー、あー、これ多分普通にドゥンモグーラの応援ピサロって感じなのかな。ランプかな。わかんないですね。さあ竹槍、はい、処理処理と、処理処理して覆面バニー。あ、終了。これでどんどん眉の火力を上げていきます。はい、無だ。まあメラゴ入ってたんでね、メラゴを打つならここやと思うんで。あー、でも勝手に滑っちゃうのか。自分のターンじゃないとダメなのか。まあまあいいだろう。貫通もないでしょうきっと。オーレン、そこね。オッケー、よし、これはありがたいな。突破できないのはありがたい。5枚の6、あ、うん、5 5 4 5。まあ手札はいけそうかな。切り裂きピエロ、何引く？ストレートパンチか。回し切り欲しいの。処理パンチ、滑るパンチと。これで手札5枚ですね。 OKOKOK。 あー、回し切り欲しい。まあ赤リリス持ってないからまだ引かんでいいとは思うけど、さすがに引いておきたいですよね。さすがに引いておきたい。オーレン2枚目、スタッツがどんどん下がっていく。ただ下げるだけじゃきついんじゃないか。聖剣好き、回し切り引きに行くか。これ精神統一か。精神統一する。アガリリス、そうですか。アカリリスでっか。
場面使うか。滑って処理。格闘パンサー、いやどうしようかな。精神統一、塔の変態パンチ。床張って、格闘パンサーで滑って、さあ手札は6枚。まあケアしとくか。ターンしろ。何にするか。さあゴンツ、オッケー。お、滑らしていく勝手に。手札、これで聖剣付けで取れるんでね、いいっすね。おいしいおいしい。なんなら回し蹴り持ってくれればめちゃめちゃ強いと思うけど、さすがに持ってこないかな。ベビーパンサー、応援ピサロって感じっすね。進化の秘宝がちょっと怖いっていう感じかな。さあこれはどうするか。ぶつけて赤リリス滑っていこう。つる処理処理。武術カードなんかちょうだい。いやーマジで引かないんですけど、マジで引かないんですけど、回し切りをこんなに引かないもんなんですか。教えてください。よろしくお願いします。こういう感じでいくか。はい、ターンしろ。悔しいの。マイユが今11点。進化まではまだあるね。ランプしてないんでゲマ、とりあえずゲマ、とりあげまですね。ワタボを盤面に5点あるから、座れて6点、6、7、8、9、10、11、12、12点、あと1点足らん。早っ早いの。武術カードだとダメージ受けないんでね。はい、引っ張っていきます。ほいほい。しゃあないよな。引かないもんはしゃあないっすよね、これ。あ、すごいっすね、これ。プロじゃね？逆に。引かないプロ。あ、すごい、すごい、すごい。すごいんですが。すごいんですけど。マジか。フェイスだな、もうフェイスフェイス。手札7枚、ストレートパンチ2枚切ったら5枚。切るか。これでターン終了。はい、あ違うわ、こいつで6枚なんだ。もう1枚打つべきだった。ハッサン、私のターン。残りライフは6。マイユは11。ピサロナイト展開、進化の秘宝はない。どっちにしろ打てないもんね。シルビア、おお、ゲマ動いてきやがる。ゲマ動いていく。ただ4点残るんで、ゲマが動いてきやがった。虚しい、悲しいな。魔力の泉カード引いていく。6点クラウンか。
なるほど。うわ、ドレアム21点 21? この1点10個数我が血族マイユが11でしょ。処理リーサルですね。はい、お痛すぎる。これでマイユでリーサルと。ほい、マイユ召喚行ってこい。不足はないぞ。ゲーマー落とせ。てん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 。対戦ありがとうございました。この私が破れるなど。対戦よろしくお願いします。お相手ククールですな。これはこうかな、さすがに。ほい、おお、まあ悪くないっちゃ悪くないか。うん、格闘パンサー出す意味ないよな、別に序盤殴んないんで。さあ私のターン。塔の変態いいね。おい、さあどうするかな、どうするかな。天つく、思いっきりいくわよ。天つくね。おい、あ、終了。さあ行こうか。イエローシックル強いな。気合い入れてくよ。強いな。ハリセンモグラでブロックするか、まあ、とりあえず先ドローするか。ほい、いやブロックしたとしてもどうせ取られるのか、盤面使ったら。うん、難しいな。死の奴隷飛び蹴り、これはむずいぞ。とりあえずもうこれはフェイスですね。はい、精神統一。死の奴隷でブロックすれば取られないんか。ただこれも取れない。いや、キラーマシーン次のターンで取れるか。あ、そうしようか。うん、こっちの方が強いんじゃないですか。つるっと。ほい、さあどうするか。まあパワースナイプとかそこら辺を織り交ぜないと覆面バニーは落とせないんじゃないかなと思います。はい、あーでも癒しの波動打つか。さよなら点つく。癒すよな。ともしび小僧55強っ。癒さないのは美味しすぎる。はい、フェイス。フェイス。さあ、うーん、まあこれ外しとくか。はい、あ、終了。まあバニーは落とされちゃうけどね。次のターンストレートパンチで落とせるんで2点でしょ。でテンション回して1点と。はい、4点か。さあどうするかな。ザキ、なるほど。ぐしゃ、これさすがに癒すか。癒さないことで定評のあるククール。精神統一、キラーマシーン、キラーマシーンでいこう。ほい、いいっすよ。マイユの打点も上がってますね。ともしびこそ持ってるなら癒しといてもいいと思うんですけどね。
あーなるほどね、なるほどなるほど、そういうことか。癒しの波動、癒しの波動。なるほどね、だあーなるほどね、だから回さなかったと。しかも勇者のフローラ、これかっこよすぎないか大丈夫か、かっこよすぎて。さあこいつを取る手段っていうのがほぼないかな。無鉄砲でずらせれれば取れるのか。ん、いや取れないわ。どっちにしろ取れないか。さあどうすっぺかな、これアカリリス。2点でしょ。これ無鉄砲撃ったらどうなる。おい、私に任せてちょうだい。あこうでしょ。打点は7点、7点ありますね。じゃあ処理するか。1回フェイス殴ってパンチ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 、ハリセンモグラ滑らしておきましょう。ターン終了。さあマイヒの打点が14点、恐ろしいぞ怖いぞこれ。キングレアでフェイス入れて、マイユでもリーサル取れそうな気がしますね、これ。ベリアル、召喚。ただ、アカリリスは残っていく。回復は2点、19点。19点。さあ、どうしようか。滝槍で。テンションも回せるんですね。テンションも回せる。まあベリアル出したんでどんどん打点上げていっていいな、これ。ベビーパンサー滑ろう。テンション回す。残りコストは5。ほい、聖剣好き、飛び蹴り、マジ？そういうの引いちゃう。じゃあそうしようか。いいカード引いた。はい、ターンしろ。いいカード引きましたよ。でジャガーメージも変に食らうの嫌なんで、ここはハリセンじゃなくて竹槍でいきます。17点、怖すぎやろカード1枚で17点飛ぶカードがあるらしい。さあみんな、使わないものは使わないのはないんじゃないか。スカラ HP プラス3、88でただこれ6の、あ18になっちゃうか。うわマジ4、11。17ですもんね。17だから、盤面に全部それた9、10、11、12、13、13点しか出ないですもんね、これ。これはむずいな。まあ、フェイス詰めに行くか。いや、詰めよう。さすがに詰めよう。しろ。残り7点。テンションスキルも溜まってない。癒しの波動があればきついきついけど、さすがに当たってくるだろキングレオに。それがザキかでしょ。さあどうだ。マイユは17、
すごいな、ゴリゴリの床クックルですね。珍しい、フォレストドラゴンマルフォイ。2点回復で789点。スピリットリンクゴーゴーにされていく。まあそれは、ああスタッツが下がっちゃった。うん、これただリーサルかな。9でしょ、17でしょ。 OK、 フェイスナイス。これは美味しい。さあ排水の陣、5678でしょ。はい、リーサルですね。全部フェイスいってまあ言うと、はい、17点飛ばしますからね恐ろしいだろ。まあククールね、盤面の HP がすごい高いんですけど、チュン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 、すべて落としきって削り切ったのはマイユと。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、マイユアリーナっていうんかな、使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。結構ね、もうこれ使ってて楽しいですね。使ってて楽しい、もう滑りに滑りまくることができるんで、非常に楽しいデッキになってるんじゃないかなと思います。はい、まあ、やっぱり飛び蹴りを引けないとな、引かないとね、アカリリスとか機能しないんで、まあ、積極的に切り裂きピエロとか、覆面バニーフェイスに詰めたりとか、ベビーパンサーでテンション回して引きに行ったりとかね、そういうのが結構大事になってくるんかなと思います。はい、それでは呪文の発行いたしましょう。よろしければこちら、フリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではよろしければね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ツイッターの方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローの方ぜひよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。